今度こそ終わりうん本当に敵がたくさんいますねおしゃべりしてる時間もありませんだよねおしゃべりは女子に必須の栄養素なのにこのまま出動続きだったら私たちすぐに枯れちゃうかもとっと言わなくてもわかるって昨夜死後現金ってやつでしょ承知しておりますともさ なんだか先生よりも先生っぽうリホ携帯のメッセージは確認しなくていいのえメッセージえだってさっき届いたでしょ確認しなくていいのメッセージの内容リホのことだから友達とかからよねああいやまあその。 なんとなく友達からじゃない予感がするっていうか多分家族だと思うんだけどああいやご家族じゃあ余計に急がないとだって何の用事もないのにメッセージを送ったりはしないでしょ最悪急病かもしれないわいやうちの家族が送ってくることなんてどうせ大したことじゃないと思うけどね まあ、咲夜がそういうのをすごく気にしそうだし、お言葉に甘えようかな。うん。絶対大したことないと思うけど。やっと。えーと、相手は。<I am S 2> えーと、相手は。は先生ああ。 確かに里帆さんの様子が少しおかしいですねただ学院側に里帆さんのご家族に大事があったという報告は一切上がっていません覚醒者のケアのためにそういった情報はすぐに集まるようになっているのですがいったい誰からどのようなメッセージがいいよし音声を。 リホさん以外の皆さんにチューニングしてと聞こえますか皆さんいいですかりほさんのメッセージを確認するのです何か問題が起こったのかもしれません迅速に確認し私たちに報告してくださいここんなことってりほ何があったの事件困りごと 相談に乗るよ君は時には先輩を頼るべきだよねええっみみちる先輩い,いつの間に後ろにふッふッ油断したねこれも日頃の鍛錬のなせる技なのささてメッセージの中身を確認させてもらおうかな許せりほこれも先生にくだされた使命なのだあっちょえひどっ 何私以外にはそんな信じ出てたの無理やり人のメッセ見るとか先生達ひどくないみちるさんが率先して動いてくれて助かったわ私たちじゃあそこまで迅速に実行できなかったはずだものイエス年上の凄みというやつですねさすがみちるですこういう汚れ仕事は年長者の務めだからね 当然、レディーとして後輩のプライバシーを犯すのは本当に心苦しいんだけど。って、あれリホ、ちょっと聞いてもいいどれだけ壮絶な内容のメッセージかと思えば、全く普通のことしか書いてない気がするんだけど。まあ、ぱっと見はね。どういうことですかこちらにも見えるように、そうですね。 スクリーンショットを撮って送ってくれますか了解。ほら、これだよ。ねえ、リホ。久しぶりに二人で遊ぼうよ。スカイフィッシュの前で待ち合わせね。スカイフィッシュってカフェの名前ね。店の中に大きなアクアリウムが置いてあって、めちゃくちゃ雰囲気が良かったんだけど。この店、 この町にあるんだよね。というか、あった、なのかな。渋谷が侵食区域になる前の話なんで。わけわかんない。そりゃ、乙女とはスカイフィッシュによく通ってたけどさ、いきなり渋谷で会おうって言い出すなんて。乙女、渋谷がこんなことになってるって知らないのかな よほどニュースを見てないとかでない限り知らないことはないと思うけれどそのスカイフィッシュが渋谷以外にできたとか万が一渋谷の霧のことを知らない可能性もあるから一応渋谷には近づかないように連絡しときなあそそうっすね釘を刺しとかないとダメだよそこは入っちゃダメこんな感じで送信と。 なるほど一般の子が渋谷のお店で待ち合わせを大問題ですねですが渋谷が侵食区域に指定されたことを知らない子がいるとは皆さんいいですかこれから特務の人間を動員して周辺をより厳重に見張らせますリホさん達は引き続き任務に専念してください了解がてあれ全然返信が来ない 既読はついたのになんでだろうおおそれはいわゆる「既読スラウ」という日本の女子高生もののムービーでよく見るあれではないでしょうかおお乙女はそんなことしないってば高校に入ってからあの子とは全然連絡がつかなかったけどと友達だもん別に深い意味なんてあるわけないよ 先生少しよろしいでしょうかできればリホたちには内密にお願いします私の気のせいならいいのですがリホの友人の動向なんとなく嫌な予感がしますあごめんなさい先生はぐれ悪魔と遭遇しました戦闘に入ります詳しい話はまた後ほど